町はさまざまな顔を持ち名前を持っている。歌声に満ちた町、緑に包まれた町、歴史のある町、未来に向かう町。埼玉県三芳町、どんな町であろうか。三芳町は都心から30キロ圏内、東武東上線で池袋から30分、地下鉄有楽町線の相互乗り入れにより都心にも近い埼玉県の南西部に位置している。町は今その姿を大きく変えようとしている。高層マンション群が人々を迎え、新しい町としての様相を見せ始めた。ニューファミリーが町に新しい風を送り込む。そして新しい生命は三芳町をふるさととする。こちらも新しい顔である。企業の進出は町の経済の活性を促し、活力ある町づくりの大きな力となる。町を南北に走る関越自動車道、その両脇には武蔵野の面影を残す雑木林がある。四季それぞれの魅力を持つ雑木林、そこには訪れる人々をつかの間の詩人と化す静寂な空間が広がる。およそ300年前の元禄7年から9年にかけて、時の川越城主柳沢出羽の神義康によって三度目の開拓が行われた。3年の歳月を経て原生林は農地と六軒道に生まれ変わった。三芳町の整然と区画された工事と広い道は、先人たちの三芳の大地にかけた夢を今に伝える。道の両側にそびえる屋敷林は欅並木として保存され、わずかに残されたかやぶき屋根の民家は古き良き武蔵野を忍ばせる。その一つ島田家、江戸時代寺子屋として農民に学問の道を開いた。今日の教育の大きな礎を築いた先人の偉業は大きい。それでは三芳四一クラブ
農業系研究会並びに青年会員所農業センターに集う若き後継者。300年の時の流れのすべては今に引き継がれ未来にと伝えられる。農業系研究会、まあ研究、経だけの研究じゃなくて、まあ、作物の研究っていうのかな、それもこうやって展示する意味。盆栽って何ですかなんて言われちゃってさ、だから知らない人はやっぱり今鈴木君が言ったように、あの紙一枚でもやっぱ説明書があるとないじゃさ、違うかね、違うと思うんだよな。新しい息吹も聞こえる。都市近郊という立地条件を生かしての水耕栽培。しかし新しくはあるが、300年前の開拓精神を引き継いでの挑戦だ。三好は全国に知れ渡った川越芋の本場。新しい挑戦と伝統の継承、同じ秤の上で競う。文字通り栗よりうまい十三里っていうのは、まあ、川越芋のことでありまして、肉質はポクポクとしてまして、大変風味のあるお芋です。まあ、この辺は開拓地ですから、まあ、享保年間にこの辺にさつまいもの栽培が始まりまして、それ以来ずっと、まあ、芋作りやってるわけですけども、自分で、12代目です。まあ、特にこういう都市近郊の、まあ、農家ですと、やはり、まあ、直売をやっぱり中心とした販売体系っていうか、そういったものにこうウェイトを置いていきたいっていうか、自分としてはそういうふうに考えてます。三富開拓市の象徴、田福寺の森。田福寺の境内にある武蔵野地蔵堂、別名木の宮地蔵堂。その歴史は古く、平安時代に坂の上田村麻呂が建立したと伝えられる。奥の院の地蔵は江戸初めの寛永19年の命を持つ。地蔵堂の脇に残る古い道、果たして誰が歩を進めたのだろうか。無名ののぼとけだけが知る。田福寺は開拓地に入植した農民の菩提寺として、元禄9年柳沢義安が建立。北長井にある船津家の長屋門、江戸時代の名主屋敷である。またこの北長井一帯は尾張藩の高場に指定されていた。Thank you.
町の中心地、役場と小中学校がある。関越自動車道と並んで町を南北に貫く国道254、川越街道は江戸時代から人々が行き来した街道である。埼玉県は川越街道並木道作りの計画をし、由緒ある街道沿いの景観を再現している。町にある図書館、公民館、スポーツ施設などは人々に利用されて初めて生かされる。文化とは人々が作り高めていくところから生まれる。そうすると少しこうね、前の色と今度が妙にダブって、思いっきりいって、はい、じゃあ続けてね。変わりました、変わりました。もう全然焦点がなかったんですけど、あんまりね、中立屋さんとか東武ストアとか全部できました。変わりましたね、駅も変わったし、だいぶ変わりましたけど住み心地はいいですね。元々に住んでらっしゃる方と新しい人とか、すぐ溶け込めるっていうところがあるような気がします。パッと窓を開けてみたら、部屋の窓をね、開けてみたら、まあ柿の実がなってたと。それでカラスがそれをついばんでるって。だからそれがよくって住んで、まあ仕事は東京の方行ってますけれども、住むところは僕はこれでいいと思ってますけどね。出したらいい。いろんな人と出会えますからね、今割と住みいいと思います。相当の人口が増えてきましたんでね、いろいろやっぱり純農村というよりも町に都市化された町になってきていると思うんですね。徳学園短期大学、新しい時代の大学として注目を集め、全国からの見学者が絶えない。町の新しい顔である。熊沢の雑木林には鎌倉街道が残っている。鎌倉に馳せさんずるための小街道か。雑木林には泉の湧く小川があり、
子どもたちの遊べる子どもの森を計画している。歴史民俗資料館、石器時代から江戸時代までの町の変遷が一目でわかる。町は時間をかけて成長してきたのだ。町が誇る民族文化財の千曲沢車人形、途絶えかけた伝統が人々の熱意によってよみがえった。町は生きている。人々の生活のすべてを包み込み、町は生きている。町は成長する。人々の生産の喜び、収穫の喜びを糧として町は成長する。町は明日を信じている。人々が築く未来を信じている。埼玉県三芳町、武蔵野の自然が織りなす四季に包まれた美しい町である。ずっと生まれた時から住み慣れてるし、もうこれから先も離れたくないなと思います。今都内の方に勤めに出てますので、向こうの方と比べるとなんかやっぱりのんびりしてるっていうか、ゆったりしてるっていうか、余裕があるように感じるので好きです。